大国寺は、岐阜県飛騨市上岡町西にある、阿弥陀如来を本尊とする浄土新州本願寺派の寺院で、三号は宝の山。浄蓮寺と共に、飛騨国際古の浄土新州寺院である。大国寺の前身は、天山を解散とする宝林三園通寺と呼ばれる、天台宗の寺院で、御星十字の勘山の代に、陛下により、道具を失った。 関山は京の比叡山に登り、経典を管理する造子となったが、各女商人に帰還して、病通を名乗った。昭和元年に、病通王将は、飛田国京家の任を与えられ、円通寺跡に草案を結んだ。下略元年に、京家の功績が認められて、各女商人により、方便発信尊像と明智坊の号を授けられている。江戸時代に入り、慶長18年に、 本山から本尊と大国寺の事後を付与された。さらに、元禄七年に現在地へ寺本を移している。教法十九年に十一世名保が自弱して一時無獣となり荒廃するが、漢方二年に十二世秋秀が本堂を再建して、中高階層と数計された。安政五年、十六世十字体系のもとに二条家から、木姫が腰入れし、その際に、 くすみ森影の濃厚図屏風がもたらされた。これは江戸時代前期の夕日で岐阜県の文化財に指定されている。ありがとうございます。